るそういう人。もうね、そういう人って何を言っても無駄なわけだから、もうあなたが関わってる時間がもったいないわけですよ。だからもうね、そういう人は無視無視。あなたはあなたの道を突き進んでいけばいいんじゃないかなって俺は思います。はい、ありがとうございました。では次のお題です。よくさんこんにちは。はい、こんにちは。私の職場には保守的な人が多くて、上司に新しい提案を持っていても、お前は何もするな、余計な仕事を増やすな、なんてことを言われてしまうんです。だって私はまだまだ今の仕事で頑張っていきたいなって思っているんですけども、私が何かをすると一回目で見る人が結構多いですよね。どうしたらいいでしょうか。確かにね、そういう人もいると思います。でもやっぱり自分が正しいと思うことはとにかく行動してみる、これが大事なんじゃないかなって俺は思います。はい、ありがとうございます。じゃあここでね、曲聴いてもらいたいと思います。ピンクレモネードで、ね、FX30 始めました。